という現象が起こっています。 YouTube でよくあるやつ、嘘をついて相手を泣かせる、そして後で種明かし。特に苦手なのは仕掛け人と仕掛け人以外の全然関係ない人を巻き込む系。心が痛くなる。分かっとるんか娘よ。タコズに当たった。お前ペチャパヤシなママと一緒で、やらせて騙されたふりをしていても見てるだけで辛い。うちの息子はそれを毎日撮影して爆笑にて低俗なこと繰り広げる。クソ、私らがどんだけ寿命縮まったのかね。嫌な思いしとるよね。ドッキリだけはほんといい加減にして、このハンマーで叩きたい気持ちだけっていうのを皆さんに分かってほしい。それくらいで腹が立ってるんですよ。お前がもしよかったらこれで、はいは受け止めるよ。はいはいはい、皆さんこの動画の高評価よろしくお願いします。陰湿なものになると仕掛け人の反応を見て、お前がそんな考え方とは思わなかったという勝手な解釈を視聴者さんにされることがあります。毎日今日ずっと寮にドッキリ仕掛けるぞ。分かったか。了解です。まずこのゴールデンバズーカ買ってきたし、ルー今寝とるやろ、うん、部屋にぶちまけてやれ。発見、敵襲だ。ドド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 。寝とるわ。やっぱカメラ設置するぞ。前慎重に弾丸打ち込め。3、2、1、発射。うわー、なんとジーザス。びっくりした。くっさ、火事のおはよう、グモーニー。火薬の匂いする。何これ。ハッピーニューイヤー。冬休み朝っぱらから何したら。バズーカで受けるって最高じゃない。いい目覚めやったやろ。毎日ドッキリばっかり仕掛けやがって。うちらがどんな思いしてるか分かってるんか。どこでそんなメガドンランチャー買ってきたの。ドンキドンキ文句あるんかい。撮影しとら。痛い痛い。あんたがね、いつもうちらにドッキリばっかり仕掛けるから、うちらこんな動画撮りたくないけど、お前に仕返ししとるだけや。わざわざ購入してきた。そう、お前の人生サブチャンネルやね。だらサブチャンとか補正もしたんです。え、もう使わんといて、また次の時使うし。これで相談できたんか。やめて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 。勘弁してください。さっきは申し訳ございませんでした。もういいって。人の顔に向けんなよ。ママの可愛い顔がどっか行ってしまうわいね。もうおばさんで顔に入るし、いいや。あと40年生きるつもりやけど。自分がいられたら嫌なことは人にするな。お前いつも言っとるわいや。カニの食べ放題とかラーメンの食べ放題とかのどこ取ろうや。ペチャクチャチンクシャリでうるせえな。なんじゃチンクシャリって、そんな初めて聞いたよ、この言葉。ダンゴムシみたいな顔して。ダンゴムシの顔って顔ある？目とかある？見たことないけど、体しかわからんけど。怖いし、やめてや。二人の声がハモると気持ち悪い。ひざまずけ俺に。いやいや怖い。いやーやめて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 。撃ってやるぞお前ら。いやいやもう怖いて。いやもうおしっこここそのしこってやろう。何も言わんし、口臭くても臭いって言わんし。スーパースペシャルウルトラジャンボミサイル、お願いします。りょうさんやめてください。お前土下座しても効かん男か。大丈夫。食べた。どうもねえわ。不死身の女高畑詐欺48歳。ボーンでな。この着色料を兄の歯ブラシにつけたいと思います。兄貴の歯は多分緑色になるよ。つけます。うわ、兄貴最近ゲームのしすぎがわからないんですけど、視力が低下していて、来てばっかり全く見えないと思うので、これをそのまま置いときます。あいつ絶対わからないだろうな。このまま使って歯が緑色になってしまえばいい。解散。お母さん朝飯作って、ご飯作って。何でもかんでもママに頼むな。自分で自立しろ。もう大学卒業するやろ。自分ができるようなことは自分でしろ。分かったか。ママのことは大っ嫌い。なんやこれ。どうしたりょうちゃん。なんやこれ。母ちゃん、歯なんか緑くなってんけど。やったー、素敵な歯。騙されたね。ここにカメラあるよ。はいカメラ。何食っとるお前。歯緑色になってんけや。濃いよ。いつもの黄色い歯が緑色になって、逆に綺麗だよ。ピッコロ大魔王やんけや。騙されたねバーカ。お前みたいなやつは一生歯緑で。俺前の iPhone こたつの上から見つけたんで、この iPhone ハンマーでひねりつぶします。前に大変なことになってる。何？ちょっと何しとってんってお前。ちょっと何しとってんの。ちょっと待ってねえ。前の携帯バリバリやんけ。何したんげんって面白くねえから。バキホンになりました。いやバキホンじゃねえし。ちゅうかお前何してんって。ママ前の携帯ハンマーでぶっ壊された。お前何してんってないね。何をしとるんて。パカル顔面一気にでけえよ。お母さんの指くんは、あんま汚い。なんてことしてくれるか。帰ってや。ちょっと待ってよ。今日は天気がいいね。まだ開けるんだ寒いし。でちょっと何するの。よくも俺の歯を緑色にしてくれたな。歯ぐらいいやろお前の歯ぐらい。携帯ダメやろ。返す返す。今から携帯を落とします。ちょっとやめてよ。返して。いきますよ。3、2、1。イグレッション。おいお前何です。何してるのやんだ。ふざけんなお
思います。平手こい。新しい iPhone 11買え。12か知らんけど。12 Pro 買え。自分で撮りに行ってきてください。バックアップ取らないとデータ全部写真も喪失するよ。は？お前取ってこい。お前落としてんの。いや。マジふざけんな。お前12 Pro 買わんかったらこの世から滅びさせるからな。りょう、取ってこんかったらお前に秘密ばらすぞ。もういい。前取ってくれ。りょう取ってこいや。寒いところなんで前に行かせるねんて。マジ、ママどこ？そこの上に置いてある。水風船を作ります。なんでこんな今ママ茶碗洗ってる時に作るねんて。邪魔ばっかする男やな。水風船を作っております。水風船大量に膨らまし完了。今庭で妹は自分の iPhone を探しています。安全を考慮して撮影してます。これ柔らかい風船なので当たっても痛くありません。それとはイグニッション。どこから降ってきた。いった。おい、お前やろ。何やったの。水風船。おら、ちゅうか、あんた何したらん。お母さんも投げてみ。そんな怖そうなことできん。だけど、話しさらしやってみて。あ、これ当たっても痛くないか、ママ、うん、あ、割れんだ。お母さんもなんで協力したらん。なんか楽しそうに見えたから。ほら、あ、待ってて、ねえ、やめたって言ったらやんけ。ほら、うん、痛い。前だけでボロボロになってんけど。おわ、あれ、あ、自分に当てたと。また近所の皆さん、この人たち頭おかしいです。近所の人たち助けてください。お前ら時間どうする、どうする、怖い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 、逃げるぞ逃げるぞ。ドアにサランラップ仕掛けで顔面に直撃させる。お母さん結構協力的やね。いやいや、もう喋れてんだよお前と。はっか、汚い、もうやや疲れた。あいつの視界ではアホなんで見えないと思います。玄関の時こえた前帰ってきたぞ。あいつどんな顔するか来て来て。お前らマジで続けんなよ。ママだってなんでそっちの立場行くん。寮に仕掛けるって言って。はい、どうもこんにちは。今兄と釣りに来ています。見てください、この海のあれを。今日は寒ブリを収穫しようと思ったのですが、さすがに無理そうなので、まあ、とりあえず釣り竿を落としていきたいと思います。お兄ちゃん波が来たよ。何か釣れないかな。おお、びっくりした。もう行こう行こう行こう。停止停止。今から釣りをしている兄を叩き落としたいと思います。3、2、1。うわ、何人を入れてくる。滑った滑った。ダメよ。びっくりした。何これ。何マロ向いとるの。誰や誰。うわなんでこっち向いてる。ベンベンハロー YouTube ポケモンだよ。バカ、お前ヒカキンさんじゃん。お前そうなの。なんでそのパワーパワー逆向きに来とらん。ほらびっくりするやん。首が反転しちゃうに見えるやん。どうも皆さんこんにちは、ヒカキンです。ちゃんとメガネかけんな。あー、そっくり。これ非公式らしいよ。勝手にヒカキンさん作られたらしいよ。何しとるん。痛い。ヒカちゃん、なんでこれしていいんだ、こんなこと。あー、脱げ。前、今俺はクッキー食べとるし、そのクッキーの中に何か入れんか。前が食べてる俺はクッキーです。この間に歯磨き粉を注入させます。この歯磨き粉をこうやって挟むと完璧じゃない。全然バレん。これ俺の中にそのまま入れとくと。タイさん、あー疲れた。マジさんね、あんた今日学校行かんでいいやん。行かんでいいよ。辛い。なんでオレオって甘いよ。めっちゃシーシーする。これチョコミント味。さっきまでちゃんとしたクリームやってんよ。歯磨き粉の味する。じゃあ1個だけミント味やったってこと。そうや、うん、趣味悪い。趣味悪いだって。そら趣味テクトだからね。君は趣味テクトを食べたんです。またドッキリ続いたの。お前が俺を海に突き落としたから。そりゃそうやろ。はい、今寮の部屋にいます。本物の札を上に偽物の札を導入しました。これをアロンアルファで机にくっつけます。アロンアルファ注入。いっぱいつけました。せーの。あー、これで取れないね。あ、もう取れんわこれ。解散。あれ、何この札。何これ、机と密着しとる。トレーンやん。俺企画のために銀行から下ろしてきた100万円じゃないわ。誰や。トレーンやんけや。あー、私が来ました。あれ、アロンアルファだもん。取れないよ。机もうダメになったよ。今これ触らない方がいいよ。あなたの手と手が密着しちゃうから。机もうダメになりました。この部分カメラでお前の頭ぶっていけ。ダメやって。痛いでしょ。女の子にぶっちゃいけません。いっと、よう。え、なに。トイレットペーパー取ってくれ。マヨネーズしとるんやけど髪ない。今持ってきてあげるぞ、うん、これチョコレートです。これをトイレットペーパーにこびりつけて渡します。ペチャークソがこびりついてる感じしませんか。渡します。今あげるよ。はい、ありがとう。できた。ねえ、何これ。ちょっとちょっと、綺麗なんちょうだいよ。うんちついとるよ。え、誰のうんち。親父。はっ、ねえ。ねえ、前のトイレ姿覗き見しんじゃん。サランラップをトイレに敷いてみたよ。お兄ちゃんがここでおしっこしたらはみ出ちゃうね。透明で絶対気づかないと思う。一応2枚引いときます。これ意外と気づかないんですよ。こうやってシワ伸ばしとけば。
しいでんて。おい、あくそまい、どこや、お前だよ。まあ今イヤホンして携帯いじってるので、このガムテープで携帯と顔面ごと巻きつけたいと思います。顔面と携帯が一つになりましたね。携帯依存症、舞ちゃん。クリーン聞こえんねん。ウルトラマンみたい。携帯と常にディープキス。今、元彼と連絡取っとったんで、今いいとこやってるよ。ちょっと服屋の兆しがあったとこ。液晶画面でトイレの便座ぐらい汚いねん。めっちゃ待って、なんか LINE のトーク開いとんねんけど、舞。え、待って、ほんとにあんた。ちょっと見えにくいと思いますが、りょうたにもう別れよって LINE 送ります。ポチ。ちょっと待って、何したの？ねえ、やめてよ。記録ついてへんけ。舞がその気ならってきた。お前のせいや。ダメやって、ダメやって、マジで。何入ってるの？何か教えて。ゴミゴキブリやん。いやダメやって。お兄ちゃんが今コーラを飲もうとしているので、メントスをこち込みたいと思います。何やってるお前、何やってるお前。おお、でも量は1センチしか減ってないし、いいわ、全然無駄になってねえわ。ソファにドッキリ用の卵を置いて、マイを無理やり座らせたいと思います。ドッキリ用です、これは。マイちゃん、ちょっと来て。どうした？座って、ここ。え、なに？サイ何やるん？マイドッキリに疲れて寝始めたので、マジックで落書きしたいと思います。マイの顔にハートうんこと書きました。みんな女の子にこんなことしたらダメだよ。起床しなさい。え、待って、何これ。鏡見ろ、うんこハート。明日もう成人式ねんけど。あんた油性水性どっちで書いた？油性。みんなにどんな目で見られる？こいつやっぱり頭おかしいやつやったんやなって思われるんかな。昔の同級生に会うんやよ。笑い戻りされるやんけ。ママも何とか怒ってや。ねえねえ、やり返さんけ。最後にコソ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 。何を計画してんねん。リョウが入ってきたらパイ投げしたいと思います。なんか脳みそみたい。これを部屋から戻ってきたリョウの顔面にぶちまけたいと思います。あ、何やったろお前。息でき、息でき、腹折れた今。何起こってるこれ。パイ投げ。は、顔洗ってくれば。めんどくさいお前もう。これ 何味や。もう母ちゃんええから出てかんか。甘い。早くタオル持ってきてくれ。めんどくさい。なんで誕生日でも例外にこんなされたんか。怒りのボルテージもゼロも。誰がババアやね。今日海飛び込んで服2枚ダメにしとる。俺このままじゃ終わりいけんて。何終わりいかんや。前に最後一個だけ仕掛けたい。まぜ返すつもりか。あんた親ども長らつかむって何やその態度。協力しろって言ってる俺にも。これが協力してくれって頼んどる態度。いいから一緒に俺とローションここにぶちまけろ。前かわいそうや。最後あいつ滑らして大恥かかしてやりたい。 YouTube ユーザーの前に土下座しろ。お願いします。協力してください。しゃあないな、かわいい量のためや。やるぞ。ローションを垂らします。こうやって床中に垂らしまくりました。前テレビで BTS 出とるぞ。お前の大好きなジョングク。みたい。君の人生そのものや。ママ助けて。ちょっと助けて誰か。お前だけって言った。お兄ちゃんすごいいつもと違って計画的にドッキリ仕掛けてきたよね。だろ、今回は戦略を練ってちゃんと頭を使ってドッキリを考えたんや。今俺がハマってるこのビビットアーミーで鍛えられたんや。どういうゲームの？美少女英雄と共に基地を広げ戦場で勝利を目指すリアルタイムストラテジーゲームです。リアルストラテジーゲームって何のことか分かんない。やってみて。方がいい。ちなみにこのゲームはブラウザゲームなので、アップストアや Google プレイで検索しても出てこないです。注意、概要欄からゲームを始めるときは必ずサファリや Chrome など別ブラウザアプリに飛んでからゲームを始めてね。動画の概要欄の URL からゲームに飛ぶよ。サファリで俺は開きます。うわ、始まった。ビビットアーミー。ビビットアーミー。概要欄から始めるやり方完全に理解したわ。ゲーム自体はどうやって進める？おー、広大でフィールドに戦車とか基地がいっぱいあってすっごい楽しそう。海とか森あったりすごくない？再現度がすごい。なんかさ、この森の中でさ、クマさんとか出てきそうだね。滝から虹出とるとことか、冬やか雪降っとるとことか、こういう自然界の現象とかも細かく書いてあるね。建物とかもすごい細かい。ここの階段とか一つ一つがすごい男心をくすぐる精密に再現されてるね。確かに。マジ男女問わずみんなにやってほしい。まずは兵士を合体させます。はい、合体してください。俺意外とやり込んでるからレベル13でもう兵士じゃなくて戦車とか乗り物になってるんですよね。一回合体させるよ。はい。おー、合体したレベル13。おー、合体だ。え、こんだけでレベル上がる？そう、すごい手軽やろ。いつでもどこでも楽しむことできる。戦車をこうやってスライドさせると化学研究レベルアップ。これすごい爽快感あるっていうか、なんかすごいよね。ティガーはかっこいい。こんな戦車おしゃれやね。なんか戦車って緑色のイメージがあったけど、こういうベージュっぽい色もあるげんね。女心くすぐるわ。おい、がレベル12になった。オッケー。合体させることでレベルアップできる合体強化システムね、これ。ほら、でだんだん成長していくね。とにかく
兄ちゃんが今一番ハマってるゲームねんって。お兄ちゃんのするゲームは外れないからね。兵士とか乗り物を増やしたりできるわけよ、こうやって。おー、すごい。外はなるべく出かけたくないやん、こういう時期やし、うん、このゲームもうすべきやと思う。三日坊主の前にもこれはマジハマりそうやな。合成するよ。合成妹の手で合成しましょう。おめでとう。施設は連打でたくさん建造できるんや。連打でたくさん建造してみ。了解です。金融センターで連打でこうやって。おー、お星さんが出てきた。こうやってほら、すごい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 、いっぱい連打してさ。了解です、いきます。俺連打でたくさん建造や。連打たくさんだ、ほら。おお、俺連打できた、ほらほらほら。いっぱい建造していっぱい建物できたね。弊社は施設を合体させて強くなるという新感覚のシステムを採用していて、他のゲームにはないオリジナリティを楽しめます。レベルアップが早く、基地の拡大とともにできることがどんどん増えていきます。なんか積み重ねてった努力の後にまたやることが増える、仕事が増えるって嬉しいことやね。最初とか自分の基地は小さいので、金貨を使って解禁して敵を倒していく必要があるんや。あー、敵を倒していくんやね。ここがだからこのゲームの醍醐味。敵はエリアごとに何個かステージがあるので、全ステージクリアでエリア解放できます。ちょうどこの骸骨のマーク出てるから解禁します。ヒストラ防衛戦やるぞ、うん、攻撃開始、行くぞ。始まった。おーおーおー、戦いよ。よし、一家先制するぞ。戦闘開始。おー、始まった。やべ、船からなんか銃撃ってきとる。ヤクロゲダメージ。逃れられません。逃れられないぜ。ぶっ倒せ。いけ。オーケー。これね、スキップとか早送りもできるんです。すごい、そこら辺がね、時短でありがたい。やっぱ人間。おー、ステージ進歩、行くぜ。おー、やった。勝ちました。勝ちました。勝ちました。やったよ。戦闘すべてクリアしたらエリア解放できる。戦闘開始。もう本当に、もう飛行機で撃ってきとる人おる。戦車とか飛行機好きな人マジで、もう本当心くすぐるというか、もうハイテンションになっちゃうね、俺みたいな。ラストの継続戦闘いきます。おっぱいの無駄遣い。絶対戦車おる相手に。いけいけ、ゴーゴー。これいけ。やばい、なかなか死な。オッケー。やった、倒せた。やった。司令、兵器庫は解禁されました。いろいろな機能がありますが、どれも戦力を強化できるものばかりです。見て、このキャラデザ可愛すぎ。髪のキューティクルがツルツルだね。これは強化部品です。部品をセットすることでレベル差を飛び越えて勝てるかもしれません。で、こうやって武器を入手するね。ママもちょっと入れてよ。楽しそうやし、そのゲームめっちゃ綺麗やし、画像。これ戦車か。戦車や。え、すっげえいい。もっと基地広めたいと思う。思う。この森林早く伐採して基地広めようよ。だから戦いづらい、解禁して。よし、すげえ楽しそう。いや、ママもやらせて、タップさせて。お母さん、やるか。やる。お、攻撃開始をせ。はい。もうオートで進んでいく。そう。そう。じゃあ、おばさんにも優しいゲームです。そう、待って。おばさんにも優しいし、子供も楽しいし、最高よ。迷っていけな。そんな怒らんてや。熱くなれんて、ママ。熱くなるんや、ゲームすると。結構強いぞ、敵が。いけ。勝負には絶対勝たねえよ。お母さん、負けず嫌いやからね。絶対負けたくないっすよね。あれ、勝てたんじゃない？勝ったよ。勝った。勝った。スキップをしたら勝てとった。1月11日までにゲームを始めると、ガチ100連無料でできるそうなので、この機会で始めてみよう。100連分のチケットはメールから受け取れます。5レベルでメールを受け取れるようになります。俺、毎日ログインしとるからさ、いっぱいガチャのチケットあるね。詳しくは概要欄をチェックしてね。みんなで楽しんで成長させていこう。バイバイ。シュー。